さて、追っ始めるか。どこかにあいつが。貴様は黒い剣士。貴様ら邪教徒だな。おとなしく縄につけ。ここであいつに巨大な恩を売っとけばコソコソする必要もなくなる。ギブアンドテイクってなもんや。あざとう。答えろ。お前らが狩り集めた人間の中に胸に烙印が刻まれた女はいたか。知らんな。その女ならあっちで見かけたぞ。これが政治だと。悪い冗談だな。吐きだめの間違いだろう。黒い剣士だ。鳥籠に動きを封じろ。助けてくれ。俺は魔女とは関係ねえんだ。女なら人へ連れて行かれるのを見たぞ。黒い剣士め、叩き取ってやる。キャスカーどこだ。胸に烙印のある女だ。魔女なら他の団員が追っておるわ。門の鍵をくすねておいたのよ。ここをこうやって。よし、開いた。この先にキャスカが。
に惹かれてきやがったか。なんだろうが、かかってきやがれ。おい、何をする。俺は味方だぞ。やめろ。誰か、誰か助けてくれ。石殿、キャスカを連れて先に行け。俺はこいつらを始末する。俺も。あったよ、くたばんじゃねえぞ。預けばっか食わせやがって。予言だけ何でか知らねえが、こんな場所にあいつを置いとくわけにはいかねえ。いただいていくぜ。グズグズしてる暇はねえ。急いで追いかけるぞ。お待ちしてました、黒い剣士殿。多勢で仕掛けるのは愚の骨頂です。あなたがその剣で10人切り倒せば、途端に戦の流れは変わってしまう。恐怖が転戦した味方は敵に勝ります。こいつ喧嘩がうめえ。心配ですか、あのお嬢さんたちが。この先で仲間が網を張っているはずです。そろそろ捕獲している頃でしょう。なんて嘘ですけどね。あなたにはもっと焦っていただかないと。まともに乗っても勝てる気がしませんので。あなたはファルネーゼお嬢様にとって少々刺激が強すぎます。消えていただく。やるもんじゃないですね。ほんと食えねえ。キツネみてえな野郎だぜ。もっと早くあいつらと合流しねえと。
すまねえ。やつら捕まえた人をあの断罪の塔へ連れて行ってるみたいだよ。まさかキャスカもあの中に。残念ながらこの祭りの筋書きを変える方は人の手にはない。すでに我らは因果の流れの中だ。よっしゃ、殴り込みだぜ。おめえあのこれ足手まといだ。俺は俺の都合で動いてんの、ほっといてくさい。あんたに恩を叩き売るまだ絶対諦めねえからな。好きにしな。何者かであったこともなく、誰にも知られずにうずもれてしまった。私は、私の記憶の始まりは、あの塔の下のゴミ溜めの中。自分が何者なのか知ることもなく、教える者もいなかった。高い空、そびえる黒い影、身を切る寒さ、飢え、そこにあるのはただそれだけだった。上の人間たちに化け物と石を投げられ、穴を掘りじっと息を殺すようになった。ある日、ムクロが降ってきた。私の住処はいつの間にかこの辺りに住み着き始めた人間どもの墓穴にされたのだった。私はうずもれていった。穴の底でムクロに押しつぶされて、誰にも知られることなく。しかし意識が消えかかる中、穴の底で私は出会ったのだ。5人の天使に彼らは言った。あるものを引き換えにお前の望みを叶えようと。あるものとは、私を囲むこの世界。そして望みとは、完璧な世界を孵化することだ。私は卵、完璧な世界の卵だ。穴から這い出た私は、新たにやってきた人間どもをつぶさに見て回った。そして私がそこに垣間見たものは、世界は醜かった。そんな醜い世界の残骸で私の庭はうずもれていった。真に求めるものはただ一つ、それはこの世界に決定的に足りない最初で最後のかけら、すなわち